そうね、あ、じゃあ信香さんの思うその2丁目の楽しさ、魅力についてちょっと教えてほしいなって思います。なんでしょうね、なんか一言で言うと沼なんですよね、なんか。沼。沼、もう底なし沼っつったら、どこまでたどり着いて、どこまで掘ったら分かるんだ、そこが見えるのか分からないっていうか、なんか、行けば行くほどいろんなものが出てくるっていうのがあって、まあ、あと、2丁目時点で、2丁目に行くようになって、私の居場所がやっと分かったというか、私自身がやっと理解できてきたっていうのもありますし、あとは2丁目、まあ、セクシャリティ問わず、いろんなお店があって、まあ、私も全然ゲイの世界とか知らないですけど、ゲイのお店とかもいっぱいありますし、ミックスもいろいろあるし、いろんな世界の人たちがいて、ただそれをキーワードに、年齢とか性別とか、あと仕事とか、生まれてるということとか、そういうのも全然関係なく、フラットにみんな話せるのがいいなと思ってて。それは当事者じゃない人も言いますね。なんかもう、それが、まあ、他のところでも、当然、札幌も含めて、いろんなそういうセクシャルマイノリティのお店はあると思うんですけれど、やっぱり2丁目って、なんかそれを超えたもので何か違う、何かあるなっていうのは感じるんですね。本当底なし沼状態で、行けば行くほど何か出てくるみたいな。セクシャリティは性自認が女性ということですね。そうですね、性自認が女性で、で、恋愛対象も私の場合は女性で、っていうタイプですね。なので、トランスジェンダーレズビアンと。あ、そうです。はい。レズビアンの定義は女性の自認で女性を好きになり得る人のことですからね。そうですね。はい。でもなんか温泉がちょっと困るとか話がありましたね。そうなんですよね。もうトランスジェンダーで一番困るのはやっぱり温泉だなと。旅行行くのも大好きなのに一番困ったのは温泉で、変な話、ね、男性風呂、女性風呂、どっち入るのって言われて、私、手術してれば別でしょうけれども、手術していないので、女性風呂入るわけいかないですし、この格好で男性風呂行ったら、なんだお前って絶対なりますし、かといってね、じゃあ、混浴行けばいいかっつっても、脱衣所男女別だしとかで、入るとこないじゃんとかって、もう温泉大好きなのにとか思って。なので、貸切風呂とかそういうところはね、なんか選んでいったりしますけどね。なるほど。はい。2019年に診断されて、まあ、だからそんなに経ってないですけど、そうですそのね。診断書を3月にもらったのかな？その後、親族とかパートナーとか仕事関係、友人の方とかにもお話をされたってブログに書いてありますよね。あ、そうですね。そう、いつか言わなきゃなーとかって思ってて、なんか隠してるのも嫌だなって気持ちの方が、自分でやっぱりこうだって自分自身が気づいて、それで生きにくいというか、なんか居心地悪いなと思ったんで、行っちゃった方が楽だなと思ってたんですね。で、その確定診断が逆にきっかけって言ったら変ですけれども、それ、まあ、ある意味免罪符みたいな感じですね。水戸黄門の印籠みたいな感じで、私はこうだって言って証明するみたい ちな。ゃんと証明されてる ぞそう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 そっうそう。て。なんかね、セクシャリティって本人にしかわからないものだから、本当は本人がそう診断もらってなくても、本人がそうなんだって言ったら、そうなんだって受け止めるべきだと私は思うんですけど、セクシャリティっていうものが何なのかとか、本人にしかわからないとか、そういうことが、ご存じない方が多いですからね。そうですね。まあ、とりあえず、その今、過渡期ですから、注意と円滑な話し合いをするためにも、そういうまあ免罪符的な、ちゃんと客観的にもこう言われてるぞっていうのそうそうが、まあ、あそう。ると便利っちゃ便利ですよね。私もね、あなたはレズビアンですって、ちょっと診断書あったら、まあ、使うのか 場合によっては使うかもしれないけど、ないからな。確かに難しいですね、その逆にトランスはありがたいですね、その公的なその 医療機関の診断が出る、お前はこうだって そうですね、太私鼓は判を押されるみたいな。なんかごちゃごちゃ、違うんじゃねえかみたいな、ごちゃごちゃ言われても、うるせえみたいな、チャレ、レズってあれなんだみたいな、あれズっていう用語はね、2丁目で使ってるけど、公なレズビアンね、嫌な気持ちになる人もいますからね、そっちはレズビアンって言ったらレズビアンだみたいな、そう言うてますけどね。パートナーの方は、婚姻してるってことですか？あ、いや、籍は入れてないんですね。ずっともう10年ぐらい一緒に住んでるんです。女性と住んでるんですけれども、なんかそのまま事実婚状態って感じです。まあ、婚姻に対してもね、なんかやっぱりその男女でもいろいろ思うところはある人はありますからね。
そうですね、本当ね、うん、今の日本だと男女じゃないと結婚できないっていうふうになってますしね。まあ法的にはね、まだ私あの戸籍は男性のままなんで結婚はできるっちゃできるんですけど、やっぱ気持ちになんかなって違和感はやっぱありますよね、うんうん、気持ち悪いっていうか。トランスジェンダーの方で、うん、婚姻したカップルなんですけど、はい、片方の人が男性から女性に戸籍を婚姻してから変えたいと、うん、でも婚姻したままだと変えられないじゃないですか、日本の法律で。そうですね、だからしょうがなく離婚して戸籍変えた人いますよ。あ、私もなんか最近そういう方、うん、ツイッターで見たことあります、なんかそういう人、うんうん、なんかね、それも変ですよね。ねえ、ね、そう、それもね、別に性別関係なく婚姻できたらそんな問題解消できるのにね。そうそうそう。でもあのパートナーの方も親族の方も別に周囲の方は基本的に好意的に受け止めてくれてるってことですね。そうですね、基本的には、うん、あの言っても別に、うん、でいいよっていうか普通にどうぞって言われましたし、うんうん、うちの母親に至っては最初見ててそうなのとか言って一瞬止まったんですけど、うんうん、あんたね、じゃあ女でね、汚らしい女にはとかなるんじゃないよ、ちゃんと綺麗にしなさいよとかっていきなり読み出しされて厳しい。ナムカさんはこのレインボープライド全体、まあ、パレードはその中の一部ですけど、はいはい、レインボープライドは、はい、まず総務の取りまとめ、総務部門の取りまとめなんですよね、はい、そうですね、まあ、いろんな雑務とか含めてミーティングの準備とか、うん、そういうのの取りまとめ役をやってましたね、うん、あとはSNS とか配信とかそういう広報周りのことの仕事と、あとは当日のその配信のいろんな実務のところと、うん、その辺を主にずっと1年間1年弱ですかね、やらせていただいてました、ね、今年に関しては。すごい、あれこれあれこれあれこれやられてあれこれ首突っ込んじゃいました。素晴らしい。いやもうできるから。いやいや、そんなことないさ。、うん、どんな思いで関わってますか。まず最初にカミングアウトしてから、まずは少しでも自分自身で居場所探したいっていうのと、あと自分自身で手に出るきっかけを作りたいっていうのと、あとはこれからいろいろとまだ苦しんでるけれども、世の中からもっと出て自分を出したいっていう人たちのなんか手助けになるようなことができたらいいなと思って、それで始めて、今もまあその気持ちは変わらずですね。ということで、今日も皆さんありがとうございました。またよろしくお願いします。じゃあ、トムカさんもありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。